はい、大変お待たせしました。週明け特番、今回は関東サッカーリーグの2019年を振り返るというね、特に、後期第4節から、中断明けの最後のラスト7節を特番でお送りするというね、今シーズン3月にも2回特番をやり、7、8月に一度、前期終了時点の特番をやり、今シーズンこれで4回目、5回目となる。まずは前編ということでね、お送りしますということで、私が、進行をします。週明けイレブンで MC もやっております、オットナ参謀長ですと。ただいまこの前期の、後期の3節が終わった時点、これがいわゆる中断したというね、前回の特番の最後のページだったんですけど、今見てもらってますが、今回のこの特番もゲストをお呼びしております、はい、私から紹介しましょう。東京23を勝手に実況隊というですね、ネット中継をでは、MC をやっております、はい、ブラジルさんでございます。はい、東京23勝手に実況隊のブラジルです。今日はありがとうございました、もう2019年の関東リーグの特番には最初から出てもありがとうございます。お呼びいただきました。一緒にこの2019年をやっぱり、うん、関東サッカーリーグを振り返り、2019年の関東リーグを締めたいなと、はいはい、2人で進行していきたいと思いますということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これが今、見ていただいている表が、うん、中断前の最後の節、後期3節が終わった時点で、ざっと言いますね、関東リーグ1部は、首位がボンズ市原、この時点で勝ち点31、2位、東京ユナイテッド27、3位が栃木市で21と、この1、2、3でございました。はい、時間の関係で以下、4位以下は見ていただいている通りでございまして、この黄色い点々がついている9、10位のところは、いわゆる下のカテゴリーに降格するゾーンという意味で線が引いております。はい、そして、左の3つ、1、2、3の緑の点々点のところは、これは地域チャンピオンズリーグ出場、いわゆる地決とかね、はい、言われて11月に JFA に昇格するためには、この3位以上で、いないと、いろいろ前者がどうだ、ああだっていう、レギュレーション、ルール上、そういう一応目安として線引いております。で、2部の方行きましょうか。首位、この時点でクリアソン新宿、今シーズン、2019年から関東2部に昇格したばっかのチームが、この時点でもう首位だったというね。すごいね。すごいですね。2位が都南前橋、特番にも、ね、3月の特番にアマラオ監督が出ていただいてね、はい、有名だと思いますが、都南前橋が、この時点で2位、3位が東方知多2部、このチームも今年、シーズンから復帰ですね。そうですね。関東2部にね。そして4位が神奈川のエスペランサ。以下、ね、最下位までずらっと並んでおります。この時点での順位、覚えておいていただければ。はい、さあ、そしてこの特番はですね、まず前編はですね、この関東一部の、この上位3チームの、この争いと、うん、5位のブリオベッカ浦安にこう、水色のマークついてますが、これ10月に前者という鹿児島の大会が、ありまして、はい、でこの放送日はもうとっくに鹿児島の大会終わってるので皆さん結果ご存知だと思いますが、はい、この当時を振り返りますからね。この当時はブルーベッカ5位で、この3位以上にならなきゃいけないっていう、すごくこう勝ち点のこととかを考えるとですね、この中断明けの後期4節目からがすごく重要だったっていうのが、この特に上位陣の話なんでね、はい、前編は主にこの関東一部の上位陣の話と、2部のゲームも1試合だけダイジェストお送りしますということで、まずは1試合目はですね、はい、8月17日に行われた後期第4節の栃木シティフットボールクラブ対ジョイフル本田つくばのゲームのダイジェストレポートをまず見ながら喋りましょうということで、じゃあまず動画オン。いい感じですね。栃木のホーム。そうですね。栃木市総合運動公園、陸上競技場。栃木市といえば、去年まで栃木ウーバーでしたけど、はい、今年はね、全員プロ契約選手。すごいね。本当にすごいな。
必ずあれね、ホームゲームであの絶対負けないって音楽がかかるんですよね。この時点ででも3位なんですよ、うん、ちょっと序盤ね、前期勝ち星を落としてね、うん、監督も交代があったり、ね、あ、そうですね、まあ、岸野監督がこの赤帽を、うん、そして、筑波の方の監督が小松監督です。しらげれば何度もインタビューを受けたと思います。さあ、それでは前半キックオフ始まりました。まあ、これ8月17日のゲームでございまして、もう真夏、うん、気温がもうね40度近いっていう、もうすごい選手にとっては酷なコンディションの、うん、セミの声も随分入ってますね、うん、ナイターのゲームができないっていうね、うん、この地域リーグや JFL のあるあるですね、うん、真夏の2時とかにね、お昼にサッカーやるのは辛いっすよね。走るっていう、うん、基本的なところでやっぱりディスアドバンテージありますね、この人たち、うん、おっと序盤コーナーから今決定機ヘディング1本、まあ、栃木前半の45分間割と攻撃的に、うん、シュートシーンも多くナッシュよく弾いた背番号13番の藤田選手、そしてこれフリーキックが高知選手、これちょっと合わずと、真夏なんで、ね、あ、これウォーターブレイクですか。もう15分に1回でした、うんうんうん、撮影してる方も水飲まないとやってらんないっしょ。いや、もうクラクラしてましたから、ね、この時によく走れるよね。じっと椅子に座ってて辛いんですよ。ああ、さあ再開。そういうあの見てる皆さんにお伝えしたいのはどんな過酷な状況かっていうとね、筑波の今川島瑞生選手がスペース飛び出して、うん、繰り返したところクロス入れましたってね、徐々に筑波が攻撃出てきますよ、うん、はい、まあ、この特番でも、まあ、今シーズンの注目選手としてジョイフル本田筑波のフォワード川島瑞生選手は何度も取り上げてますが、つかはね、実はあのポゼッションサッカーというかね、うん、本当に、ボールを大事にね、そうですね、しっかりつないで、逆にもう栃木はカウンターでっていうね形が増えてます、この時間帯。さあ決定機シュッ、おー、見事、これが前半の25分、背番号9番、山村選手、栃木シティ先制です。さあ、また、こう、ライン高くね、攻め上がるジョイフルの後ろに広大なスペース空いてますから。あれをジュニオン。いいですね、切り返しもね、さすがブラジル人選手だなというね、足技は持ってますね。あ、狙ってきましたね。さあ、これで前半が終了ではないですね、またインスイタイムですね。2回あったんだ。2回あった、15分ごとです。これ前半30分の演出タイムですね。はい。再開と。1-0 です。またね。さあ、また裏のスペース。レオジュニア、早いです。中央入れて、うん。よくブロックしました。あの、ディフェンスラインのね、これ、この時、3バックのね、もう3人がやっと戻ってくるっていうぐらいね、うん、カウンター鋭い栃木シティの攻撃が2度ほどありましたよ。さあ、いいですね、負けてらね、ジョイフル。大きく折り返して、おお、幕は見えていた。川島選手、ちょっと合わず、ね、ちょっと後ろに飛びながらのヘディングだったんで、枠外でした。ということで、前半 1-0 でした。はい、さあ実は、ブルーベック浦安の津波監督が、偵察視察スカウティングに来ておりまして、もう人気者でございますから津波さんは隠れても見つかっちゃうしね。さすが、
この次の節に浦安は栃木市と直接対決があるので、浦安は日曜日がこの次の日がゲームなんですけどね、前日に栃木市まで来て主に栃木シティの攻略をやっておりましたよ。さあ後半始まってます。はい、ビルド。さあこれ背番号10番下地選手、縦パスから三崎選手、うん、一回このやっぱり、フォワードとトップ下のね、うん、10番の連携っていうのが、まあ、筑波の攻撃の一つの形ではあるんですが、今のが伏線だと思ってください、うん、さあどんどん積極的に、あの中盤の選手もね、高い位置までどんどん上がってくるんで、シュートシーンが増えてきます。オフリーっていうね、もうね、あと決めるだけみたいなシーンが。そうですね、フィニッシュだけですね。うん、さあ、ここで、栃木シティはね、早めに選手交代、藤田選手を確か下げましたね、今の。8番を入れましたから、栃木の8番は。どなたかな、あレオジーニを下げてルカン、ルカン、フォワードのルカンを入れました。そしてまた飲水タイム、何回飲んでんだろうね前半2回後半2回15分ずつなんで、さあまた栃木は選手交代と、さあ 1-0 のまま、後半15分過ぎてますよっていう。クロスボール、なかなかねやっぱり2点目が取れない栃木っていうね、うん、ちょっとおやおやと盛り返されてきて、当店、追いつかれちゃうんじゃないのっていうね。さあ、これカウンターですけど、ちょっとこう力のない、うん。まあね、あれ、もっと速く走れっていうのも酷だなって見てて思いました。うん、はい、ただ、まあね、勝つためには、今みたいなとこ、おっと、見事、後半の、何分だっけな、後半23分。川島美咲選手、素晴らしいゴールでした。これで同点なんですよ。結構早めにどんどん選手交代してきますね。やっぱり走れない選手は90分間使えないだろうなっていうふうにね、まあ、当然ポジションによってもね、うん、あの負荷が高いポジションもありますし、戦術的な交代ももちろんありますが、さあ、1-1 のまま、このまま 1-1 で終わったら栃木としてはまずいよっていうね、ブレーバック浦安が順位をひた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 迫ってきている状況だったので、さあまた川島選手から、あー危ない、すごいな。さあ、島城選手の縦パス、ワンツーから、と惜しかった。さあ、シュート。うん、そしてまた2回目。後半2回目。つまり後半30分だと思っていただければ。はい、さあ、そして選手交代。筑波、小松監督、ここが勝負どころでした。うん、最後の交代カードを切って、超攻撃的に、この超攻撃的がこの試合の結末を迎えることになるんですが、うん、どんどん攻め上がってきてますからね、筑波選手本当前に7人ぐらいも前がかってますよ。だからペナルティーエリアの中には人数かけられるようになってるんですけど、なかなかね、うん、決定機、枠内の決定機なシュートに行かないんですよねっていうね、ここ細かいとこ通していくんですけどっていうね。さあ、栃木も多分これが最後のメンバー、そして、いよいよ、10番の下重選手も下げて、この途中で入れた22番のですね、桜井選手、坂場選手のこの素晴らしいミドルレンジからのシュートが惜しくも入らず、まあ、このまま1-1でこれ90分もアディショナル入ってる頃なんですけど、このまま終わるかなと思う、もう小松監督、うわーみたいな。もう今、アジュさんが出てますね。多分3分とか。この一発。うわ
これ何分でしたっけ、これが90分プラス3分違う、後半46分、はい、プラス1分、やっとシティは突き放す 2-1、 まだ試合終了しておりません。さあここで後ろで奪ってからまたカウンターですよ。ドン、うわ見事。さあ逆サイもいますが自分でウィッといって、さあダメ押し3対1、これが48分、ね、アディショナルプラス3分、最初のゴールとこのゴール、2点目3点目同じ背番号18の田中選手、途中交代で入ったね田中選手がこの決勝ゴールを挙げたと、うーん、こういう90分でございました。いかがでしょうか。勝ちましたね。まあでも筑波さんも筑波さんらしさで最後までちゃんとやりきりましたね。そうですね。でこの後あの試合後の楊監督のコメントあるんで聞いてください。はい、ずっと1-1だったんですが、そうですね、ロスタイムアディショナル入ってから2失点になってしまった敗戦なんですが、率直なこの感想いかがでしょうか。まあ、ラスト2点、まあ、ロスタイムのところはもうあえてこっちもちょっと間延びさせるような展開、まあ、相手攻めさせて自分たちもカウンターっていうような、まあ、そういうのが得意な選手を入れてもう攻め残って2点目取りに行く、勝ち点3取りに行くっていうような展開を僕がそういう采配を振ったので、うん、本当最後2点やられたのは選手たちは何の責任もなくて、逆にそこまでに逆転できるチャンスあったので、まあ、そういうチャンスを決めきれるようにしていかないといけないし、そういう意味ではまだまだ力が、まあ、自分自身も含めて足りなかったかなっていう。筑波の、まあ、筑波が支配してる押してる試合だったので、その2点目が入らない後、何が足りないということを感じてましたか。うちが支配して、まあ、ある程度ボール持たれるのはしょうがないっていう形でシティさんもやってたと思うんですけど、その中でもまあ引いてる相手にもしっかり崩しきる形はできてたんですけど、まあ、あと一歩例えば自分で仕掛けるとか、もしくはもう一個相手を見るっていうところ、まあ、もしかしたら栃木シティの選手なんかで言えばもう個人でじゃあそこから外してシュートいけるかもしれないですけど、うちはまあそこまでやれる選手もまだまだ少ないというか、あのそういう形ではサッカーやってないので、そこはまあ僕がやらせてる部分もあるし、そのチームとしてっていう部分もやってるので、そこを、もう突き詰めてやっていくしかないのかなっていうところで、あのじゃあ決定機が後半だけで多分行って新崎が取った以外にもあと5個ぐらいあったんですけど、じゃあそれをじゃあここで入るんだったらあと15個作るっていう、もうところしか考えてないので、もうそういうサッカーをすることしか考えてないので、なんですけど、まあ、僕の中ではまあ、選手がどう思ってるかですね。僕の中では 1-1 で終わったら、それこそ僕は、まあ、1-3 で負けましたけど、逆に言うと、まあ、選手交代入れ替えて2本チャンスあったんで、もうあそこ決めきれるようにっていうところ、逆にもうそこで 2-1 にできなかったっていうところで、もう負けちゃったんで、そこはもう潔く切り替えてというか、そのまま 1-1 で終わって OK なんていうふうに多分思う選手は誰もいないんじゃないかなと思う。もちろん勝ち点1大事ですけど、むしろ多分誰一人として多分1-1で終わったら多分その方が落ち込むんじゃないかな、僕はそう自分は思ってて、まあ、みんなもそう思ってるんじゃないかなっていう思いで、まあ、選手たちには最後謝ったんですけど、自分の際ラスト5分は僕の采配だから、もうお前らが牽制してはないかと、それまでに逆転できなかったのは反省してくれって話をして、1-1で終わりたくなかったっていう思いは伝えたんで、まあ、あとはまたみんなで前見ちゃってきます。あの国書の中、選手たちが走って工夫してるのはよく感じ取れたんですけど、この超えられない何かっていうのが常にあるのかなというのが今シーズンの特にこう、はい、そこら辺を10番としてはどう感じているか教えてください。そうですね、まあ、これまでの試合もほとんど支配してボールもほとんど持って誰もが勝ち試合っていう中で、全然最終的な段階で決めきれないっていうのが本当にずっと課題で、うん、まあ、それが
決めきれないというのが続いて、まあ、どんどん順位が落ちて、で最終的に後ろも崩れてしまって、うん、でまあ、最終的に負けるというのがもうほとんどの試合で、まあ、攻撃組み立てに関しては、うん、まあ、正直一番うまいな、カントリングの中でも一番うまいと自分たちで自信持っているんですけど、やっぱ攻撃シュートに関しては本当に逆に一番下手だなっていう、決め切る力がないっていうのがもう本当にやっててずっと感じますね。なんで回してても勝てるっていう自信がどんどんなくなってしまうっていうのが本当やりながら感じてしまうのが課題ですね。それ打つんだっていう、はい、打たなきゃ何も起こらないみたいなのっていうのは、はい、あります。練習や試合中とかで、そうですね、もう練習は逆にそういう崩しの部分でこだわりすぎて、うん、あんまりそういう遠目からのシュートだったりっていうのを全然やってないんで、逆に今日は三崎は思い切って打ったのが結果になってるんで、ね、あのゴールもそういうゴールですよ ね、 そうですね。なんであれが足んないっていうのは本当にそれも感じます。川島選手です。まずは、いろいろ聞きたいこといっぱいあるんですけど、端的に言うと、あのゴールは本当にゴラッソというかですね、自分でもびっくりしました。あれはまずトラップ、はい、あのセンターバックの翔三郎からいいボール来て、はい、相手の間にいいボール来て、で自分がトラップ、まあ、ワンタッチでちょうど相手のこう、うんうん、なんつうんだろう、間でこう取りづらい、まあ、プレッシャーのかけづらいところで止めて、そこからもう最初はゴール見てなかったんですけど、ボールがちょっとこう横に行っちゃったんですけど、やっぱりフォワードなんでゴールも意識してて、で、まあ、思いっきり打ったって感じですよ。もう何もあれ多分当てる瞬間はゴールマウス見えてないじゃないですか。見てないじゃないですか。でも多分ぐらいでちょうどこう、でももうこう自分の空間の中で、そうです、でフィニッシュまでできるっていうのもあった、そうですね、行けたっていうのもあって、まあ、思いっきりシュートって、まあ、入ってくれたって感じです。状況もあれで1-1に追いついて、はい、そうですけど、この後半の45分はとにかく筑波は勝てるゲームだったから、中身がものすごく、ずっとボール持ってたし、シティは全くダメなサッカーをやってたから、だから余計に1-1になったこのゴールはものすごい価値があって、チームメイトにも勇気を与えたと思うし、ご自身もそうだと思うんですけど、多分勝てると思ったと思うんですよ、はい、あの1-1から、はい、でそこからが肝心の質問なんですけど、なぜ2点目がこのチームは入らないんだろうっていう、そこがやっぱ課題ですよね。今日はトップ はまあセンターフォワードで張ってる川島選手からどう分析しますか、今日2点目取れずに負けるっていうのが、まあやっぱ後半ちょっと最後の方になってて、ちょっと前にこうかけすぎて、うん、はい、で多分そこで取られた後の切り替えだとか、多分2点目とかはなんかこう、まあ、ファールじゃないかみたいな感じでちょっと一回、ね、止まっちゃって、ね、そうです、多分その切り替えの遅さっていうかでやられちゃって、やっぱ集中力最後までこう、うん、やっぱ持たないといけないなっていう、アディショナルタイムで2得点決めてくださいました、あの方をお呼びしたいと思います。8番田中デルツ選手です。どうぞこちらでお願いします。いやもうアディショナルタイムでの逆転ゴール、そしてダメ押しの追加点、素晴らしかったです。ゴールシーン振り返っていかがでしょうか。あの1回目外しちゃったんですけど、ちょっとヒヤッとしたんですけど、2本目あの冷静に決めることができて良かったです、はい、会場もすごく沸いたと思うんですが、あの瞬間どんなお気持ちでしたか。そうです、まあ、あの同点で、まあ、チームとしても1点欲しかった状況だったんで、まあ、なくしても今日勝ち点3必要だったんで、まあ、勝ち点3取ることができて良かったです。まあ、チームとしても一勝も取ることができないので、まあ、本当関東リーグ優勝まだ諦めてないですし、まあ、全勝すれば、まあ、他力かもしれないですけど、まあ、可能性はあると思うんで、そこを目指して、頑張りたいと思います。浦安との対戦となります。場所はここ栃木総合運動公園陸上競技場で13時キックオフになります。あれだけあのなんていうんですか、攻め急いで、はい、まあ、2点目取ったらもう終わりっていうゲームだったと思うんですけど、ね、なかなか取れなくて、まあ、やっぱり最後のフィニッシュのところも、
まあ、アイデア、テクニック、そこが、まあ、まあ今いろんなことでトレーニングはしてるんですけど、あやっぱりあそこのクオリティが低いからこの、あの、カテゴリーにいるっていう、まあ、それがもろ見えたかなみたいな、まああのまあ、点のとこってやっぱり一番、まあ、難しいし、はい、スピード上がる相手もまあ頑張ってくる、はい、うん、だから点のとこっていうのは価値が、はい、高いっていう、まあ、そこの、まあ、クオリティが非常に低い、もともとちょっとトップ、まあ、今あいつ山村にしてるんですけど、はい、まあ、最終的にはちょっとあのルーカスが、はい、まあ、もうちょっと、コンディション上げてあそこ軸になってなればもうちょっといい形になるかな、まあ、あそこの前のトップそれからシャドウに関してはものすごい戦術いるん で、はい、でまあ、正直なところ山村とレオジーニョっていうのはどっちかといえばもうあのスピードだとか勢いだとか、ね、一人で行けるっていうそういう感じ で藤田芳は本来ならトップなんですけど、まあ、トップやるにはちょっと体が弱いっていうか、はい、クオリティが低いんで、まあ、あの子は一応だけど守備とかそういう戦術は持ってるんで、まあそこに置いてるっていう、そういう選手の能力バランス総合的に考えて、はい、今日のスタートは、はい、そうですね、しようって、はい、そうですね、まあけど本当に11人の中で、まあ、ある程度、まあ、計算通りというか、うん、あまあ本当にこいつだったらこれぐらいっていうことができたのは本当少ないですね今日は、うんうん、全体的に、ね、はい、ゲームを通してだと本当にそうですね、なんかこう、はい、次につながるものっていうのがあまりこう見つけられなかったなっていう、まあ、世間というか普通はもう栃木市っていうかダントツでゲームを支配して勝つだろうっていうスタートから入るんでどうしてもあの厳しい目になると思うんですけど、僕はもう元々そんなに力あるとは思ってないん で、そうですね、まあ、こういう展開なんかも全然ありえるし、何が優れてんのっていう言えてても優れたものって基本的にはないんで、それを僕らが戦術とかトレーニングで、まあ、今作ってることなんで、まあ、彼ら一生懸命やってますけど非常にクオリティが低い、はい、それはもう最初からこの一人一人の選手のクオリティを1個でも2個でももう上げることだけを今は考えて、うんうんね、まあ、練習もすごい一生懸命やってるし、はい、そうですね、なんか彼らが怠けるとかいうわけじゃないんですよね、全くないですね、だから一生懸命やってるし今日 もう本当に、うん、あの勝ち点3取るために頑張ったと思うんですけど頑張り方が良くない、うんうんうん、やっぱり、まあまあ、暑さも当然あったと思うしそれは相手も同じだと思うんですけどやっぱ僕らの方が背負ってるものがやっぱりあるんで、うん、まあ、ジョイフルは別に俺らもちろん彼らは勝ちたいですけど僕らがあの勝つと負けるとのやっぱりレベルが違う、まあ違いますよね、はい、だから僕らは難しいんですよ、うん、はい、けど世間はそれはあの別に関係ないし、ね、栃木市っていうことは当たり前でしょみたいな、まあ、はい、特にお金払って見に来てる人は、はいはい、そんなのダントツで勝つんじゃないみたいなそんなサッカーそんな甘くない、うん、だからもうすごい難しいです、難しいです、はい、毎回難しいです、そうですね、はい、まあ、まあけどリーグ戦はあのそんなに力の差はどこもないんで、まあ、こういう試合をやっぱり取るか、ね、分けるかもしくは負けるかでそれは前半戦で僕らだいぶ失敗してるんでもうそれは繰り返さないよと、まあ、そういう話ですね、はい、いやーすごいよ1本目からこれかすごいですよ本当に楽しんでいただいてますか、いや今日参考長からね動画すごい、うん、準備してますから来てください、本当魂込めて作りましたこのシーズンラストの特番用にね、今のインタビュー素晴らしいね両方ともね、こういう僕はあの生き証人たちをね、うん、やっぱ形にちゃんと言葉に発したものを残してね、うん、あの時彼はこのクラブでこういうプレーをしてこういう言葉を出してるのをね、うん、残してみたいと思って特番やってるんですけど、素晴らしい、これまだ序の口中の序の口まだ1試合目で、まあ、今また順位表見てますが、栃木シティ、はい、この時点で勝利して、勝ち点24、つまり2位のユナイテッドにちょっとこう差を縮めて、はい、まあ、ゴール決めた田中選手もね、言ってましたけど、全部勝って、上が焦げてくれれば、リーグ優勝諦めてないと、この時点ではおっしゃっておりました。うんうんうん、ね、そして監督、岸野監督は、うん、うちはそんなに強くねえよ。うん、いや、みたいなね。全員プロサッカー選手じゃないですかって僕は心の中では突っ込みながらね、うん、よくはやって明けっぴろげにこう喋、ね、らせまられますね、すごいね、ありがたいです、その時の監督に対しては本当にいつもあの本当に正直に全部喋ってくれた、うん、いつも思ってます、はい、すごく裏表ない方なんでね、うん、
でもやっぱりサッカーに対しては厳しいですよ、うん、本当に、うん、で負けた方のジョイフルは、うん、まあ、7位のままでね、こう下に23の東京23の合戦11と迫ってるんで、実は降格ゾーンが近づいてるっていうのもジョイフルがこの時期にね、うんうん、あのインタビュー答えてくれた背番号10番の下重選手、ゴールを決めた川島美咲選手、2人ともやっぱり前線の選手なんでね、この勝ちきれないことになるストレスっていうのをこの夏頃、うん、もう感じ始めてたっていうのがね、あのインタビューにも出てたかなとは思いますが、はい、とりあえずじゃあ1試合終わったんで、次の試合同じく第4節のですね、8月18日のゲーム、首位ボンズ市原対、この時点で9位横浜たけるね、もう横浜たけるって言ったら今この放送を見てる時点ではもう日本中を席巻したクラブだと思うんですけど、この関東一部でこの時点で9位だったっていうね、ね、楽しみですよね、バラジルさん。そうですね、ボンズ対たける、はい、ね、見ましょう。はい、お願いします。さあこちらが、うん、ボンズのホームゲーム、 ZA オリプリ、はい、オールド世代からすると市原臨海と言った方が伝わりますかね、うん、もう試合始まっております。こちらスタメンテロップ入ってます。そう、ゴージャスですね。こんな時間は4時から夕方のゲームですね、うん、ゴールキーパー若手選手、はい、クロン、そしてこちらがボンズフォワード30番レナチーニョ、9番池田光太選手の強力ツートップ、そして山口選手がね中盤のリーダーシップで、さあこのドリブラー背番号4番の次の4番の選手は私も割とあの注目選手としていつも見てるんですけど、さあファーストシュート、結構もうあの雑談っぽいあの話しますけど、タケルのこの背番号4番の選手、遠目に見るとドイツ代表のエジルに似てるそのプレスタイルが顔が雰囲気雰囲気、ね、言ってみたかっただけです、すいません。あ、さあもう先制点じゃないですか。おさあ、もうリーグのね得点王争いも目指してる9番池田光太選手の先制ゴールが決まりまして、これが前半のもう先ほど13分、ボンズ先制のね、今シーズンの本当強いですから、さあスーパースローでレナチーニョのパス、これは見事だね。でもうこれはもう、教科書通りですよ、逆サイン流してね詰めるだけ、これはね止められません、うん、名手若田選手ゴールキーパーでも止められません、うん、さあまたレナチーニョ、彼はレナチーニョはパス、ドリブル、シュート、ね、無双ですね、うん、このカテゴリーだったらね、こっちも相当痛みになりましたね、うん、そうですよね、はい、さあまあタケルはとにかくこうしっかりブロック作って守ってね、カウンターで点を取ろうという、うん、今シーズンの、サッカーのスタイル的にはそういう、スタイルを取っておりまして、まあ、粘り強くね、ボールに寄せ、ボールと人にはどんどん寄せてね、うん、まあでもこのボンズに守ってるだけじゃね、やっぱりただただ時間が過ぎていくだけで、うん、そのうち追加点入っちゃうよっていうようなやっぱり力の差がありますね、うん、っていうね、さあ来ましたよ、うん、さあパークロス出たかなと思ったら出なかった、あ、クリアクリア、さあこれで前半、ね、さあちょっと短めの前半のダイジェストでしたが、まあ池田選手ね、まあこのチームのエース、2シーズン前の関東リーグの得点王じゃないですか池田選手は、ね、あ、そうですね、うん、もうこれ後半ですか、後半始まりました、はい、前半1シーズンで後半そこから、タケル、毎回私言ってると思うんですが、タケルの試合の時は右サイドバックにグローブをつけてる方がロングスローがすごいね、おっと、シンプルで2点目、このボンズのロングスローから秋葉選手ですか、23番、ね、後半8分、
今年のボンズは抜け目ないんだよな。これですよ、スーパースロー。これね、タケルがこれをよくやるんですけどね、ボンズもやれるっていう。なるほど。地域チャンピオンズリーグで対戦しそうなチームにとっては与えてはいけない情報だったかもしれないこの11月から始まるね、地域チャンピオンズリーグにね、高いですね。足元もありますが、高さもある池田選手、この試合2点目。まあ、後半17分で3対セットプレーコーナー、あのね、流れの中でも崩せる、セットプレーでも武器がある、失点はしない、そりゃ首位だわっていうね、うん、フロックじゃないですね。そうです、ボンズのね、この8月のこの真夏の時点でね、これだけ相手に走り勝って、日本の自信がね、さあタケルのゴールキーパー背番号9番若津選手が、それでも多分雨あられのようにこれシュート受けてると思うんですけど、このゲームね、この時点でリーグがね、タケルの場合は9位ですからね、関東2部降格みたいなことがちらほら見えてきちゃう時期じゃないですか、この後期の4節なんていうのはね、シュート、やっぱ勝ち点1でもいいからアウェーで取っておきたいっていうのは、ね、あるんですけど、ね、感染ちょっとこの 0-3 っていう、ね、開きは3点のビハインド重たいですね。おお、また裏だ、うーん、5-0 でもおかしくないんじゃないかみたいなゲームだったとは思います。さあもうそろそろこれで試合が終わるんじゃないですかね。という、8月18日の行われた後期第4節のボンズ対岡本武の試合を見ていただきました。はい、このダイジェスト試合後のちょっとコメントを取れませんで、うん、ああ残念ですね、試合映像だけですが、うん、はい、まあ、ボンズの強さっていうのをちょっとこの特集のね、特番の前編ではちょっとボンズの強さっていうところをここで印象付けておいていただいて、うん、はい、勝ち点34に伸ばしましたよっていうね、4節終わってね。さあ、続けて同じ日、8月18日ですね、5位のブリオベッカ浦安がですね、6位にいる、東院横浜大学と、この時点では5位、6位と接近している同士の戦いで、まあ、ブリオベッカは、ね、前者枠で、地域チャンピオンズリーグの出場をね、もうリーグ優勝はさすがに厳しいっていう、この時点では数字的には無理だったんで、なんとか3位の栃木シティにね、離されないように勝たなきゃいけないっていうね、そういうホームゲームだと思って見ていただければ。一方東院横浜もこの時点では注意につけてますが、ここから連敗するとまたずるずるっとこのね、東京23とか横浜たけるに集団に飲まれちゃうぞっていう、この夏の時期がそういうタイミングだということで、じゃあ見ましょう。浦安です。さあここは浦安のホームゲームのスタジアム、浦安市運動公園、人工芝で、はい、はい、さあ早速前半キックオフです、さあ序盤、まずセットプレーですね、右スペースから、キャプテンの秋葉選手、背番号7番かな、はい、秋葉選手もね、相手の隙をね、すぐついてくるっていうね、やっぱベテラン選手はああいうところをよく見てるので、さあ、白いユニフォーム、横浜桐蔭、現役の大学生です、2年生、1年生、中心に、
レースのカウンターですよ。さあここで取って取り返した取られて、はい、おお若さが出ましたね。まあ8月18日同じく、ものすごく蒸し暑いです。このゲームも気温が高くてね。さあセットプレーフリーキック、左か右か、右足、今のは多分小島達樹選手だと思いますが、今のキックのフォームは違いますか。小島選手じゃなかったかな。間違えましたね、私ね、はい、間違えましたねこれ解像度で分かるのは大変ださあ東院の攻撃、縦パスから、ペナの中、混戦、弾き出そうとしたけど残った、うん、あの前日の土曜も暑くてこの日も暑かったですから、飲水タイム当然取っております、うん、ダイジェスト例を省いておりますが、ハーフタイム、週明け特番おなじみのサービスカットベカヒコ、参謀長が大好きなベカヒコサービスショット、ちょっと今視聴数伸びました、入れてみました。可愛いですよ、見に行ってください。ぜひ浦安のホームゲームにいますから、うん、さあ後半始まってます。さあ勢いよく中盤上がってきたところから、いやー狙ってましたね。今のは村田選手かな、背番号18番。さあ村田選手の縦パスから、いやー、うん、あと合わせるだけっていうね、中央の今フォワードの竹中選手に、竹中選手もちょっと天を仰いでね、いやーもうあと一歩俺飛び込んでればって1点だったって。さあ右からいきます、ドン、クリア、はい、すみません、背番号10番は畑野選手ですね。畑野選手の今ヘディング、さあここでファウルをしてしまった、東院の選手。さあここ狙いますよ、ドン、お左足ね、力強いキックを持ってますストライカーの竹中選手。さあまだずっと 0-0 続いてます。もうね、割とワンサイドに近いんですよ、浦安、どんどん攻撃。さあ、いいカウンターから、畑野選手。やっぱり、つくばのゲームの時に流すと、やっぱ最後決めきるっていうね、そうですね。このカテゴリーの課題っていうのは、ここですよね、うんうんうん。形はできるっていうね。さあ、また来ましたよ。今のも点と点合わせてほしかったっていう。さあ、そこを粘って、素晴らしい。オフサイド、残念ながらオフサイドだったんですよ今から、まだ 0-0 なんですっていう、ね、さあそしてここで傷んでしまった畑野選手が交代で、まあ怪我で交代なんでね、本人としては残念ですが、これが実はこのゲームを決める一つの交代策に結果論的にはなりまして、今背番号15番のですね、菊島拓選手がもう腰たんたんとゴールを狙っている。決めました。残り7つか、おお見事。途中交代で入った菊島選手の値千金、先制ゴール、77分ですからね、もう確か後半の。後半32分、菊島選手、待望の先制ゴール、浦安。栃木シティに勝ち点を広げさせたくないという一心で、決めたゴールです。さあこれで試合終了です。浦安が1対0で、桐蔭横浜を
下しました。中断明けのね、一発目のホームゲームでね、相手ブレーサーホームゲームたくさんね、お客さんに来るね、温かい子供の声もたくさん響いてね、勝利のラインダンスをやっております。いつもじゃあもう自分ら勝つしかないんで、前半全然乗り換え、その後半自分らゴールしたと勝つってことしか考えられなかったんで、まあ、それが結果伝わったら、残り5試合本当自分ら勝つしかないんで、そこの中で自分がしっかりチームに貢献して、まあ、ゴール決めれるように頑張ってきてる。普段スタメンから試合に出る機会の方が多い今シーズンだと思いますが、この途中から出るっていう良さ難しさ両面あると思うんですが、まあ、今日のゲームゴール決めたというのもありますが、はい、どうでしょうか、こうスタート試合に入るっていう意味ではスタートと途中交代というのはどうでしょうか。そうですね、やっぱスタートだと、まあ、その90分戦うって中で自分のリズムつかみながら、まあ、試合の様子見ながらってあると思うんですけど、やっぱ後半とかまあ途中から出た選手っていうのは本当に結果が求められていると思うんで、まあ、そこを気持ちだけ先走らず、まあ、冷静に、まあ、自分の場合ポジションが前なんで、まあ、ゴール決めるってことだけやっぱ意識して、あとはもうゴール決めた後はしっかり守り守備もするっていうのも意識して、まあ、今日は入ったかなと思います。監督からもチームメイトからもゴールを期待されて送り出されるっていう立場だとは思うんですけど、はい、こうピッチの外から見てて今日のゲームはどういうところに問題というか、自分が必要とされるところはどこだろうっていうのが、こうピッチの外からはどういうふうに見てたんでしょうか。まあ、でも前半はやっぱ流れ良くなくて、まあ、後半、まあ、自分が入る前からまあチャンスできてたんで、はい、その中でやっぱ自分がもう少し1人もう1枚厚みを加えられたらいいなと思って、本当にゴールの近くにとにかく走ろうという、まあ、パスが出てくるんで、まあ、そこは仲間信じて、はい、もう自分にボールが入る前になるべくちょっと前の方に 0-0 の時はポジションを取ってほしい。それは相手の、まあ、ディフェンス陣を自分がもっとこう引きつけるというか、そうですね、味方のためにももっと動こうとかっていう、はい、そういうなんかありますか。はいはい、まあ、シュートでこぼれも今日あったし、はい、でロングボールで竹中選手が競ったボールとかの反応が、まあ、できてない部分とかもあったんで、まあ、そこは入ったら自分が入ったらそこを狙っていこうと思ったんで、まあ、そこの前の選手のとの距離感は結構意識してやってました。まあ、大事な試合でゴールを決めるというのはすごく、ね、求められることなんですが、次の試合はいよいよ、まあ、どの試合も重要ですが、そうですね、いよいよ直接対決ということなので、はい、いかがでしょうか、栃木シティという相手に対してのこの選手のなんていうんですかね、気持ちというか、どういう相手でこういうことをしなきゃいけないみたいな、そうですね、モチベーションがあれば教えてください。まあ、相手のアウェーっていうのもあって、まあまあ、不利ってわけではないですけど、まあ、でも間違いなく自分らの向こうももちろん気持ち入ってると思うんですけど、自分らは本当に直接対決の栃木に勝つしかないんで、絶対気持ちの面では負けちゃいけないと思うし、でうちにはウーバーの、まあ、今は栃木市ですけど、古巣、はい、が4人もいるんで、うん、4人でどうですか、楽しみですか。楽しみです。こういうシックスポイントマッチっていうものすごい重要なゲームっていうのは、そうすか、性格的には一番こう乗れる燃えるとかありますか。そういうどうですか。本当に自分ら追う立場で、はい、もうやるしかないんで、でみんな各々のプレッシャーはもちろんあると思うんですけど、そんな感じてないし、うん、もうそれ本当思い切ってピッチでやれば俺らとは絶対勝てるって自分ら選手の中でも話してるんで、本当に勝つしかない、勝つ気しかないですね。非常に良かったと思います。まあ、セットプレーで決まるぐらいかなっていう感じの試合内容だったので、流れの中で、決められたことは次につながる収穫かなと思います。まあ、いずれにしても我々はもう栃木に対して いっぱいもせずに栃木を破って全部勝っていかなきゃいけないので、また引き締めて、次に向かっていきたい。そうですね、お疲れ様でした。ありがとうございます。この季節の高温多湿、日本独特のこの8月っていうリーグ戦を戦い抜くっていうのは監督が一番注意していること。そうですね、これがまた難しくて、はい、例えばその少し相手に対して構えてやや引いたような守備、取ってから裏のスペースに行くみたいなことを選手たちに伝えすぎてしまうと逆に行かないっていう、今日は前半みたいになってしまうので、この
私のアナウンスの割合が非常に難しいなというのは今感じているところです。これが上手い監督の方は多分ちゃんとできるんじゃないかなと。まだ手探りです、正直。いらっしゃってて、まあ、栃木もの浦安よりもっと暑い、暑いです。時間もまた1時ですから。いよいよ決戦なんですけど、直接対決なので、はい、この次の試合までのこの1週間の準備という意味ではどういうところが一番大事になるか。まあそうですね、まあ、どのゲームも、相手チームにはつくべき弱点というのは必ずあるわけで、はい、でもストロングポイントというのは強烈なチームですから、はい、そこに対してしっかりとケアをしながら自分たちの良さをいかに出せるかということをトレーニングで積み上げていきたいと思います。はい、以上レポート動画、インタビュー、試合後のコメントは、浦安のフォワード、背番号15番の菊島選手と、監督の津波聡監督でございましたと、うん。先に私から言っていいですか。菊島選手がね、次節の栃木シティ戦でね、今年のチームに、浦安にはね、元栃木ユーバーが4人いるからって言ってましたけど、ご紹介しましょう。はい、まず、当のご本人、菊島選手。はい、前所属クラブ栃木ユーバ、フォワード11番竹中幸喜選手栃木ユーバ、中盤の金前背番号18番村田翔選手栃木ユーバ、そして中盤の4番背番号4番村岡拓也選手のユーバ、この4人です。この4重視が虎視眈々と次の栃木シティ戦でね、見てください、これ最新順位です。この第4節終了時、ね、4位に浮上の浦安、6ポイントマッチっていうね、直接対決ですから、はい、この勝ち点24のシティと18の浦安、勝てば21、24、うん、ここがスリリングな、そうですね、この時期、うん、つまり、まず首位を独走するボンズ、逃げるボンズじゃないですか、うん、追いかけるユナイテッド、うん、そしてユナイテッドも逃げるユナイテッド、追いかけるシティ、うん、でもシティも逃げるシティ、追いかける浦安っていう、この時期は。今年の関東リーグ1はこういう上位陣の構図を。で、次節が栃木していたグレバック浦安なんですよ。第5節。見ましょうか。浦安さん、今の試合、ゲームでなんか一言は。もうあのね、僕ね、津波さんのメッセージがすごい面白かった。はい、というのは自分が監督として選手に伝えると、言葉をうまく使わないと、それが過剰に理解しちゃってできなくなってしまう。うん、だから監督としてのこう、なんていうのかな、そこが、学びどころだというかね、あいつらみさんのこう、なんていうのかな、赤裸々なさこう、はい、話、インタビューっていうのは、すごいなとか本当、津波監督も、本当に本音でね、うん、そういう自分の至らなかったところをね、うん、こういう試合後に、本当にストレートに言葉にしてくれてるんで、うん、もうありがたいなと思ってね、すごくこう、僕自身なんかサッカーの監督やったことないですから、なるほど、そういうことを考えるのかっていうのをね、うん、聞き手としても本当に相手として聞ける相手として津波さんが本当僕もありがたいなといつも思ってましたよ。ああいうインタビュー聞くともっとサッカーが面白くなるんですよね。そうですよ、はい、うん、次やっぱまた見たくなるんですよ ね。あれから1週間どうなるのかなみたいなね、という前振りはですね、次節、第5節直接対決レポート出していいでしょうか。ぜひ。運命の決戦。3位栃木市ついた4位ブルベッカー。後期の第5節のゲームでございます。VTR スタートしますよ。どうぞ。試合前の緊張感あふれる練習風景からこの日も暑そうだな。もう暑いです。8月25日、もう本当に暑いです。おほらみんなトークがないよ、トークがトークがないよ、動画なんだよ動画チャンスだよチャンス、ほらカットされる、カットされるいいですね、殺伐としてなくていいですね。浦安のゴールラーの人たちは本当いつあっても殺伐としてなくて僕は大好きです。さあ選手の方は当然緊張感たっぷりでね、アップを終えね、さあこの日ですね、うん、
SC 相模原、この時点で当時、ジョン・ガブリエル選手が実はもう視察に来ておりまして、なるほど、岸野監督がよく言ってた、トップを張れるアタッカーがっていう、もうこの時にすでにもうレンタル移籍のオファーは動いてまして、私はそれを知ってたので、取りましたっていう。なるほど、結果は皆さんもうご存知だと思いますけど、ジョン・ガブリエルはね、どう夏の方、どう移籍してきたかはご存知だと思いますが、さあ、選手入場から。両ベンチね、津波監督と岸野監督、元同僚です。面白い。元読売クラブっていうね。さあ、前半キックオフ。お互いにどう手の内知り尽くしてる相手ね。ピッチの中にももう勝手知ったる元チームメートがたくさんいるんでね。さあ前半立ち上がり、浦安元ウーバー村田選手の縦パスからのみたいなね。さあ中盤で奪った、ね、シュウィーイ先制山村選手。前半19分。ね、前節もゴール決めて、筑波戦でもゴール決めてね。前半19分ですね。そうです。さあ、この試合で4位に追いすがる浦安を突き放しときたいブジビスクは、幸先前半を決めました。高知選手のフリーキック、正確なピンポイントパスから、外側にこぼれた、ボールをシュートを決めたのが、キム選手でいいかな、ディフェンダーの、うん、はい、これも前半26分、ポンポンと前半のうちに 2-0 です。さあ反撃する、反撃しなければいけないです。いいシュートですね。今のは元ウーバーの竹中選手のヘディングできました。なるほど、もう意地と意地とのぶつかり合い。さあ前半終了2対0。さあちょっとどう修正しようかというね、悩む津波監督。あの筑波戦のようなドタバタにならない、早く3点目を決めてこの相手を諦めさせようと思わなきゃいけないシティ、運命の後半です。いいパスですよ、今のパで。竹中選手、体張って、おお、入っちゃった、素晴らしい。まず1点返した秋葉選手、開始早々、後半2分、ね、あの竹中選手はペナルティーエリアでね、踏ん張って、味方の選手がファーに浮かしてヘディングと。これね、開始早々に1点入れたってのは、結構、なるほどね、メンタル的には勢いつきますよね。うん、どこの攻撃。さあ、やっぱりリードしてるチームからすると、追いつかれたっていう時のね、後半残り時間少ないっていう時の焦りっていうのもね、今シーズン特にシティはそういうゲームを何度かしてるので、やっぱり突き放さなきゃいけないっていうね、それはそれでプレッシャーなのかなって感じちゃいますね、見てると。まあ、ドンピシャよく守ってるね、ブリアカも。まあ、何度でも同じこと言いますが、浦安はまずこのゲーム勝たなきゃいけない。さあ、ここで PK、 ファールを犯してしまったセンターバックが PK 取って、竹中選手、おお、なるほど、同点ゴール。すごい、これが後半のなんと40分、残り5分。もうイケイケですよ。
残り5分で追いついた浦安と追いつかれたシティっていうね、しかも暑いです。言っときます。この日ものすごく暑いです。ね、もう気力を振り絞ってみんな走ってます、本当に。さあ、ファールで試合は今流してます。審判流してゲーム続いてますよ。いいね。さあ、このクリアボールはなんと大チャンス。ペナルティエリアでハンドじゃねえかってクレームを言って栃木市の選手が足を止めました。プレー続いてます。なんとアディショナルタイム5分経過、後半の50分、菊島選手ですよ。前節に続き、あの試合後のインタビュー覚えてますか？燃える相手だと、元ウーバーだと、俺が決めてやるんだとなんと 2-0 から3点を取って、大逆転勝ち。がっくり流れる栃木島選手たち、このような結末を8月25日のこっちに迎えても、ちょっと試合後の雰囲気聞いてください最高っすね。よっしゃー、早いぞ、まだ先あったからな。マジ嬉しい、よしマジ嬉しい、よっしゃー、イチゴかける2だった。ボール0-2からの3点目につながる最後の試合終了間際とこう、あの時間のことを振り返っていただきたいんです。まあ、自分入った時はまだそんなビッグチャンスが自分のところにはなくて、で、まあ、ちょっとフルスっていうのもあったり、勝たないといけないっていう、少しなんかいつもと違うなんか緊張があって、で、その中でちょっとまあ、なんだろう、なんかすごい息が上がっ、いつもより上がってて、なんかきついなって状態だったんですけど、でもパッとなんかこのまま終わったらダメだって、なんか自分の中で整理がついて、なるほど、で、本当最後まで諦めなければ絶対何か起こると。 2-2 の状態でラスト5分間ぐらいそういう感じで、いろんなこう自分の中の感情をこう上がったりするようなことがあったって。はい、もうあって、もう普段だったらロスタイム何分かも見る余裕もあったんですけど、ロスタイムとかも見る余裕なくて、あとどんぐらいで終わるのかも分からなくて、もうただ本当にひたすらゴールがっていう頭しかなかったんで、それが本当結果はつながっていると思います。前節のホームゲームが終わった後にも、今日の試合が一番燃えるし楽しんでやりたいっておっしゃってましたけど、実際、はい、この楽しんで勝つっていう意味では今日はどうだったですか？また、いや、もう最初2-0、はい、でヒヤヒヤしましたけど、はい、もう結果こう、でもその時のヒヤヒヤなんかもう忘れるぐらい、もう、うん、みんなすげえ喜んでたし、ね、一体感溢れてすごい最高っす。このゲームいけるぞ、取れるぞってこう確信というか自信を持てるっていうのは、後半の どの時間帯からずっとそういう気持ちでいました？まあでも後半始まってもうみんななんか頭すっきりして切り替えできてたんで、割と早く1点取れたっていうのも、そうですね、もうそこもそうですね、1点早めに入ったっていうのもでかかったです。で PK 取って追いついてからさらにイケイケな感じ、そうですね、という感じですか？先週の試合もあったし、なんで必ずうちに流れが来てる、まあ、試合の流れもそうだったし、必ずチャンス来ると思います。それが自分に今転んできたっていうね。持ってますよね。持ってました、ね、今年持ってます、ね、途中交代から出てこうやってゴールを決めれるってすごい、はい、最高に嬉しいです。
津山監督、試合後です。お疲れ様です、はい、率直に今の監督が何を思っているかというのをちょっと教えてください。まあ次につながったなって、本当にその喜びですね。その夢の続きが見たい、我々はそういうふうに話をして、また支えてくださっている人も13時同じ時間にここのグラウンドにいない方もみんなが応援してくださっているの分かってましたから、とにかく次にまたね、つなげてまた夢を見続けたいという思いを選手たちが本当に頑張ってくれて、形にしてくれたんで、もう選手にありがとうという感謝の気持ちしかありません。残り4試合をこの3位の座を奪い取るという、3位の座をまず得ることができないと JFL の前者の挑戦権はありませんから、はい、そこの部分ではとにかく3位に入りたい。この最後のあの本当ラスト10秒間で浦安に勝ち点3が転がり込むというなんですが、何が最終的にこの結果を今日の試合はもたらせたと思いますか？もうそれは本当にチームがお互い支え合う気持ち、一体感を持ったチームでないと、サッカーっていうのはあの運が転がってこないっていうのは僕は選手時代から本当に感じていますし、はい、それぞれ個人が運頼みでいろんなことをしたとしても、やっぱチームがその支え合う雰囲気を出さないと何もないっていうふうに思ってたんですね。で今年はそのチームを作りたくて、でも今日のゲームは、まあ、今日の結果は前半も良くなかったですけど、みんなが支え合って自分たちでその判断をして、とにかく最後は何も気にせず勝つことだけに集中して戦い切ったっていうのは、あの僕の、まあ、作りたかった理想のチームができてきたなっていう感じはもちろんあります。やっぱり戦術だけではないですし、はい、ただ戦術も技術も気持ちも全てあって、やっぱり感謝の気持ちを持ちながら、本当にどれだけ最後の最後にまとまって頑張りきれるかっていう意味では、少しこちらの方が勢いがね、栃木さんよりもこう出し続けられたのかなっていう、ちょっとでも隙があったらやられてますから、そういう本当につま先一本でクリアしたね、あのシュートもたくさんありましたから、そういう意味では全てが気持ちだと思いますね。最後に戦術的なことが一つ、あの0-2のビハインドで後半立ち上がりから2枚中盤の選手、まあ小島選手を入れたりする、ここはどういう修正を、0-2あの前半の反省を生かしてどうしたかったっていうのだけ教えてください。あのとにかく我々練習で、まあ、この栃木さん相手だけでもなく、サイドからまずチャンスを作る、そしてサイドが行くことによって中央が広がれば中央突破を仕掛けていく、まあ、これを相手のチームのバランスとかによって、まあ、人選を変えたりとかして調子のいい人をまず使ったりしてるんですけど、今日はもう 0-2 でしたから、うん、まあ、とにかく前両方とも両翼が行っちゃっていいぞと、で中盤は、まあ、こちこちうまいやつを入れろって、だから薄いところも最後入りましたけど、なるほど、そういう感じでした。その最後のキルで入れた菊島選手があの3点目を取るというのがまたドラマですね。彼は途中の方が集中力を増して素晴らしいテクニックが出てくる。お前は缶蹴りで鬼を貯めてから蹴るタイプだなさっき分かりました。あのこの夢の続きまた次節以降お待ちしております。またよろしくお願いします。頑張りたいと思います。ありがとうございました。このゲームを捉えていたんでしょうか。まあ自分たちに責任があるかなと思いますね。まあ僕らが3点目取らなかった、うん、でやっぱり、1点目の失点、がやっぱり大きかったっていう、まあ、そこじゃないですか、うん、そもそも前半を2点で終えて、はい、後半始まって、うんうん、その早い時間帯に1点許してしまうという、はい、ちょっとした緩みというか、はいはい、まあ、それももう始まあの送り出す時にもうはっきり分かってるし、うん、向こうもう今日負けたら終わりじゃないですか、ね、それを全てかけてくるっちゅう、でそうやって受けて立ったらダメ、上回んないとって話で、うん、送り出したけれども、はい、まあ押さないっていうかね、うんうん、はい、まあ僕の責任で、うん、まあ、選手は頑張ってたし、うん、けどもっと頑張れるというか、うん、もっとやれるというか、うん、まあ、けどまあやっぱりまだまだ幼いという、うん、そんな感じました、ね、まあ、けど、まあ、うん、まあ人生ね、こんなことがあるんで、まあ、それをこう毎日毎日サッカーしながら生活してるわけじゃしてるわけじゃないですか。けどもっとできるようにしていかないと、うん、先はないよって話ですね、うん、まあもう本当今日のゲームだけで言えば3点目取らなかった我々に原因がある、うん、はい、そこだけです。まあこの最近のゲーム橋田さんベンチスタートの機会が多いと思うんですけど、はい、今日はこの、2-1-2-2というそのゲームがこうどっちに転ぶかという状況で高橋さんと交代して出たっていうのは自分に託されたことや考えていたことっていうのはもちろんもう
まあ、まあそのままこのままこのままというか2-1のまま、まあ、終われるのを終わらせれればなっていうところと、まあ、あとはまあ相手が出てくる中で、まあ、3点目は、ね、うまく取れればな、まあ、楽になるかなというふうに思いました。ちょっとあの中盤 の高さんの先発出たあのポジションでもあの売り上げの後半はとにかく勢いがあったので、あそうですね、もっと戻って、はいはいはい、ディフェンスに関しても、はいそうですね、攻撃に関しても、はい、その位置が重要なので、はい、そのミッションが託されたのですが、はいまあ、入ってからはまだあれですか、こう、まあ、バタついてましたね、なんか全体的に、うん、相手も勢いが、まあ、相手に、ね、勢いがあって、なんだろう、こう押されてる感じの、はいね、ですね。それが、はい、それでも松井さんが入ってからもしばらくそういう時間が続いてたので、まあ、そうですね。それはもうずっと、もうずっとそんな感じでしたね。あれをこう修正する押し返すにはこうチーム全体としては何が必要、ね、何が必要、プレイヤーとしては何が必要だと感じているのかというか、中区ではどんな、まあ、マイボールの時間でもうちょっと落ち着きたかったっていうのもあるし、まあ、守備でもそうですけど、守備でもバタついちゃってるし、まあ、攻撃になった時でもちょっとバタついちゃって落ち着いてっていうところが なくなってしまっている状況だったんで、まあ、うまくコントロールできればよかったですけど、全くでしたね。そうですかね、はい、この残り4試合っていうのは、まあ、まあ、僕らはもう勝つしかないですからね、はい、それをしっかりそういうメンタリティを持って、まあ、今日浦安さんがそうであったように、まあ、前半ちょっと、あれ、そんなこんな感じなのかなっていうちょっとね、それで僕らに、ね、はい、なんかそうですね、というような感じを見れて、でも全く後半はね、はい、まあ、本当のその力を目指してきて、まあ、ひっくり返されましたけど、まあ、僕らは、まあまあ、次は上の相手ですけど、まあ、そういう、まあ、今日で言えば浦安さんのようなメンタリティをしっかり持って、まあ、相手取らないといけないというところで、まあ、1週間準備する期間ありますので、まあ、今日のこの敗戦がすごい薬になるように、まあ、全員でやらないといけないなと思って、おそらくあの明確に追いかける立場なんだということを、ね、今日ではっきり皆さんが自覚して、まあ、はい、残り4つは自分たちがその何かをまだ掴んでいない、そうですね、状況、現状というか置かれている状況を、まあ、把握できたと思うし、ちょっと先ですが、まあ、この3位以上、3位か2位か1位の状態で出ることに価値がある大会であるので、はい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 、そこはまだ多分ご存じと思うんですけど、はい、いかがでしょうか、まあ、もうとりあえず、まあ、リーグを、はい、あの残り全部勝って、その上なんだろう、ベストな順位で、まあ、終えて、まあ、そこからでしょうね、まあ、そこから、まあ、タフな戦いっていうのは確実なんで、まあ、それもチーム一丸となって、まあ、連戦ですよ、ね、選手、はい、ね、それぞれ全員が、ね、力だと思って、ならないといけないと思う。日曜、月曜と続くので、はい、かなりチーム25人の全員の、はい、そうです、まあ、それの、はい、もうだからすごく重要になるので、はいはい、それぞれがね、力をチームのためにやれるように、まあ、準備するとか、まだそんな、前者ってどんな感じなの？いや、もう連戦で、もうもう一番タフな、ね、戦い、はい、それは聞いてます、はい、聞いた印象はありますか？そんな、いや、もう大変だと思うんじゃない、大変だと思います、ありえないだろうって、まあ、そうです、でもね、そういう中でやるしかない、僕らはやるしかないです。どうですか、その未知とのこの長い、松井さんのようなキャリアが長い人にとってもまだ知らない、まあそうですね、大会、世界があるっていうのが、はいはい、楽しみというか、まあそうですね、いい経験ができると思うし、まあ、今まで やって、ね、やらなかったことなんで、もうそれも他のチームもほぼチャンピオンクラスがほぼ出てくるので、はい、ものすごいその強い相手しか出てこない大会でもあるので、はい、そのこの9月以降のリーグ戦のチームの力をもっと上げて、10月ぶつかれば必ず、はい、そうです、高めていけるまあいい残りね、本当リーグ戦でいい結果を残せる、ね、まずは、はい、まずはリーグ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、また以上でございます。これも面白かったわ、試合後のコメントは浦安がフォワードを菊島選手ね、3点目の菊島選手、そして津波監督、栃木シティの方が岸野監督、そして最後がディフェンダー、まあこの日は途中交代でボランチに入りましたけど、ディフェンダー登録の松下優輝選手、今シーズンから加入した背番号30、全所属ザスバクサツってね。なるほど。まあ、4人、4用のね、感じたことを喋っていただきました。いかがでしょうか、直接対決。いや、まず面白かったね。うん、で、試合直後だから、このインタビュー聞いてても、言葉以上のものがこう出てきてるじゃないですか。
特に津波さんのこう自分の作ったチームがこう出来上がりつつあるこう喜び感、うんね、はい、でそれと逆にね、岸野監督なんかはこうまだこう何か模索しながら ねチームをどうやって作っていったら選手たちをどうやってこう気持ちをこう一つにしていこうっていうそのこうもがいてるところっていうのがこう、ね、出てて面白いね。人間が出ますね。生き様が出てくるコメントに ね楽しいですね。そういうものを見れる聞けるっていうのが我々としては楽しいですよね。サッカーっていいなと思うんですからね。ではまあ一部のところの上位陣の争いね、これまだ第5節終了時なんでね、これ浦安勝ち点詰めましたから、うん、もうこれはもう栃木シティもこれはもうリーグ優勝はこれで遠のいたなっていうぐらいの勝ち点差になっちゃいましたね。そうですね。ボンズは勝った、勝ってシティは負けたっていうね、もう現実的には2位になるしかないんじゃないかっていうね、うん、2位になるとあの栃木シティ100年構想クラブっていうね、そうか、その、まあ、この話はしませんが、うん、前者特集で以前してるんで、うん、この関東特番でやりませんかね。そんなものがもうちらついてくる、うん、8月下旬でございましたと、うん、一回ここで箸休めちっちゃなんですが、はい、関東2部の状況をちょっと見たいんですけど、うん、クリアソンがまあこの時点でもガオスで座ってね、もう割と独走状態に入り始めて、うんうん、スルスルと東方地谷夢が2位に上がってきてましてね、いいところにいますね。で東南が3位に落ちて4位につけてるエスペランサこの位置ですと。でタタタタタと下残留争いに巻き込まれてるベルフェやいた、去年まではベルフェ高原ナスですね、そうですね、はい、チーム名今年からやいたに変わりましたね、うん、そして最下位に沈んでるのが神奈川県教員サッカークラブと、うん、でこの第6節のですね、関東2部リーグのですね、ベルフェ焼いたホームの相手がエスペランサ SC っていうゲームのレポーターがあるので、そちらを見ていただきたいと思います。よろしいですか、はい、お願いします。はい、行きます。立派なグラウンドで、こちらがもう新品のグラウンドにベルフェ焼いたっていうね、うん、人工芝の2面グラウンドでクラブハウスがあってね、まだブラジルさんここ行ってないですか？行ったことないです、うん、行ってみたい、ね、カントリーグですよね。素晴らしいです、すごいね。ちょっとね、いわゆる練習場のようなね、こういうネットがあってね、うん、公式戦もここでやりますっていう感じでね、周り民家ですから、さあこちらがベルフェのコーチスタッフ陣と試合メニュー、今右にちょっちょっと見たのが奥野監督です。今シーズンから監督に就任した奥野。さあ対するエスペランサ、まあ、主役イレブンではもうおなじみですが、アルゼンチンアルゼンチンスタイルのオルテガ監督、そして息子さんのグスタボさんがね、特番にもゲストで出ていたグスタボさんが、週明けさんはアップも入念に取りますね。誰誰誰誰って言うんですよ。ゴーゴーゴー、いけいけいけっていうスペイン語でね。まあ、スペナさんね、神奈川県リーグから昇格して、もう関東2部3、4シーズン目だと思うんですけど、
もういよいよ関東一部昇格が、ね、すぐそこまで来たぞっていうぐらい、ね、年々実力を上げて、ね、前者にも連続で出てますね、この試合すごく重要だということも試合前森高監督おっしゃってました。さあでは前半傾向、ちょっとこう撮影エリアが限られてまして、ややゴール裏方面から撮影しておりますが、前半キックオフです。これは緑がベルフェで白がエスペランスですね。白がエスペランスですね。結構ね、やっぱり1対1、体の寄せ、まあ、激しいですね。エスペランサはそういうゲームになりますね、スタンドから撮影してるのでピッチレベルから撮ってるんで選手の声もよく聞こえた方がいいかなと思います、前半はね、ずっと 0-0 が続いておりまして、はい、まあ一進一退って感じの前半でしたね、セットプレー、キャプテンマーク巻いてます、オルテガ選手もう一般あファーストネーム言わないと、ま、オルテガ・レオナルド・アウグスティーン選手、もうキャプテンシーかっこいいですね。さあ今結構チャンスだったんです、これ前半のね、レオナルド・アウグスティーン選手ね、日本語もペラペラです。あ、そうですか。カメラがピッチサイドだけあって、声がすごいですね。迫力ありますね、選手たちのね。お。前半終了。なるほど。
ほら、練習試合じゃなくて真剣勝負のリーグ戦をこの近さでみんな見れて、うん、選手の息遣いや声だけじゃないんですよ。ボールを蹴る音と骨と骨がぶつかる音ってもう目の前でガチャーンってくるんでね、いわゆるサッカー専用スタジアムで見る迫力っていうのがこのフットボールセンター どうですか今の劇場なかなか聞けないですよね。まあカントリーグ一部ね昇格をかけるエスペナスはね、うん、絶対負けられないっていう絶対できるって奥様オルテガ夫人もフットボールセンターで叫んで叫びましたかさあ後半開始です。やや夕暮れ時、後半頭からですね、うん、エスペランサの背番号10番古川選手が、途中交代で後半頭から入ってます。もういわゆるもうオルテガ監督の秘蔵子としてね、うん、古川選手は本当にあのカタール富山でもプレイしてますよね。さあここでちょっとした小競り合いからですねイエローカード、この日ねちょっとレフリーがねやっぱ試合をこうゲームをねコントロールするのに本当苦労してたなっていうね、うん、両方にイエローカードが1枚ずつ出るんですが、ここが最初のこのゲームの、まあ、大きな分かれ目1個目、まあ焼いたの25番の選手がイエロー1枚もらったんですけど、佐藤選手かな確か4番かな、焼いた焼いたの森本選手か、うんうん、おお彼1枚イエローもらってますからね29番の選手ね。後半から入った古川選手何かを狙ってます。さあここです。おお。2枚目のイエローで退場、うん、そして PK 獲得。なるほど。ね、古川選手が自らキッカーも務めます。重要な局面ですね。さあ、1人少なかった、ね、10人になってしまったレイでね、ちょっとこう、まあ、エスペランサ有利だなという試合展開になってますよね。
その後もね、プレー中にね、今のなんでゴールキックなの、スローインなのっていうね、ちょっと審判のね、やや混乱気味でね。さあ、人数は10人対10人。点差は、エスペランサが1点1-0でリード。さあこれがラストプレーです。もう体張ってスペランサの選手はね、ゴールに鍵をかけようとして体張って守り続けてます。ここもクリア。また負傷者が出ました。もう試合終了間際ですよ。これこれでラストプレーです。失礼しました。これがラストプレー。戦ってますよ、スペランサの選手。アルゼンチンリーグみたいですから、見てて。今のバーモエスペーってやったぞと、戦ったぞと。今の最後オルテガパブロセバスチアン選手交渉ですね。なんかこう獣が吠えてるみたいだよね。もうね、ルチャです。これがルチャって言うんですっていうね、私が代わりに言うのもなんですが、いや、ファイトしてるってこういうことなんだなっていうね。面白いよね。で、やっぱり関東リーグ一部に行きたいんだよね。はい、その、もうその、なんていうのかな、欲というか、行きたいっていう気持ちがもうプレーに全部現れてるよね。はい、うん、素晴らしい。では、試合後のコメントも聞いてもらいます。最近に奥野監督、はい、ベルベル、そして、シュアゲルのおなじみのエスペラさんのオルタカ監督、2人続けて聞いてください。この試合、まあ、退場者が出るという形になりましたが、うん、そこまでのこうずっと 0-0 の展開が続くというゲームは、監督からどんな風に進んでいますか？そうですね、まあ、エスペランサさん の、 その、まあ、やり方だったり、そういうのをある程度こう、まあ、選手に伝えた中で、まあ、把握しながら、ゲームに入ったんですけど、まあ、もう少し前半の、まあ
入りのところはまあしょうがないとしても、まあ、少し10分15分経ったぐらいあたりからもう少しあのボールをしっかりあのマイボールのところはマイボールしながら、まあ、相手をしっかり動かしなボールを動かしながら相手を動かしながらこう、まあ、ゲームコントロールできたら、まあ、もうちょっとまあ後半のところうちのペースでできたかなとは思うんですけど、まあ、あのそこういうところも含めてまだまだその、まあ、ゲームの運びっていうところが、うんまああのまあ、足りないというか、まあ、技術的なところももちろんそうですし、まあ、そういうところがやっぱりまだまだ逆に言うとその、まあ、伸びしろがあるというか、はいまあ、そういう捉えポジティブに捉えられるところもあるので、はい、いろんな要素がある中で、ただ諦めずにその最後の、はい、その15分間20分間っていうのは、まあ、そうです全く下向くことないチームなんだなという、まあ、そういう姿勢に関してはそのただそのただ闇雲にロングボール入れてもうちは大きい選手いるわけでもないです、はいまあ、そういうサッカーをあの目指してるわけでもないですし、はいあのまあ、しっかりサッカーっていうかサッカーというかフットボールとかそのボールを動かす、はい、動かしながらこうあの突破できる糸口あの入り口っていうか、はいはい、あの入りのところを見つけていきながら攻撃するっていうその、まあ、最後まである程度やってくれたので、はいまあ、足りないところはいっぱいありますけど、まあ、その中でもまあ選手は諦めずにやってくれたんじゃないか、はいまあ、失点の部分に関しては、まあ、その怖がらずにしっかり後ろからこうボール相手のプレッシャー剥がすような感じでそのボールを動かしながらこう前にボールを進めていくっていうことをこう、うんうんまあ、僕が伝えてるんで、まあ、あのミスに関しては、まあ、あの僕の責任ですし、うんまあ、選手はトライした上でのファウルになってしまったってこと、うん、そこのなやっぱりその外すところのクオリティだったり、うんまあ、ポジショニングだったり、うんうん、それからまあ、ね、あのミスした選手だけじゃなくて周り の, その受ける、はい、勇気カバーリングなり、はい、ポジションですね受けようとするポジションを取ってしっかりポジションを早く取って受けようとする意識をもっと、うんまあ、技術的なところも含めてですけど、まあやっていく必要が、はい、よく指定したからってあの、はい、それを逆にやめるのは簡単、ね、簡単だね、まあ、それをやりたいスタイル貫かなきゃいけないところはやっぱり続けなきゃいけないところ、まあ、多分あそこで蹴っても多分、ね、これで勝多分勝って上の例えば昇格しました、はい、上のカテゴリーって苦しくなった時に多分何も残らない、はい、と思うんですね、はい J リーグというプロの世界も経験した上でのこの関東2部というと、まあ、チーム監督指導者をこのチャレンジする今年からそれが始まっているというのは福野さんにとってのこうモチベーションこの、まあ、話このいただいたこと自体がまあ急な話だったので、ああうでもう1月の末に来てあの2月の頭にはもう指導するっていう、 いやそうですか、もう準備する時間はほぼない状況の中でどうするっていうのをあの答えを出さなきゃいけないで、まあ、そこからこう今 3,4,5,6 と半年以上経って、はい、いろんな実感もあると思うんですがこのカテゴリーを指揮するチームを作っていくっていうのは奥野さんとっては何がこうエネルギーになっているでしょうか、まあ、プロとはまた、はい、全く違う、はいそのね、環境世界の中で、はい、環境の中で、まあ、取り組んでいくって実際来てみてやってみて、はい、今までこうやった、まあ、来る前はアカデミーであの指導してたんですけど、はいまあ、プロ の, あのトップで指導したこともありますけど、まあ、やっぱりいろんな面でその違い、はい、その新鮮な驚きはきっとたくさんあったんではないかと思う、まあ、もちろんそういうことを求めてきたんで、はい、求めてというか刺激ではあった、あの、まあはい、自分が経験したことのない、はい、あのカテゴリーその、はい、あの状況、はい、っていうのをあの、まあ、トライしての覗いてみたいというのはありましたよね、はい、その中でこう 自分の成長っていうか、ねはい、じゃないですけど、まあ、できるのかなっていう、まあまあ、実際週末公式戦がこう毎週来るわけじゃないですか、はいまあ、その中でこうトレーニングに来れない平日のトレーニングに来れない選手もいるわけ、はい、中でじゃあ今週例えばスタートどうしようかとか、うんまあ、いろんなこう頭を、ね、使いながら悩みながら
今やってるんです。なるほど、まさにその真っ最中ですね。そうですね、まあ、まあそういう意味ではいい、その僕自身が勉強させてもらってます。あのこのまあ、今はリーグ戦が後期に入ってますが、前期は一通りいろんなチームと対戦してみて、はいはい、いかがでしょう、この関東2部、まあ、関東1部があって2部ですが、実際、小野さんから見たこの関東リーグっていうリーグのレベルやこう選手、対戦相手のチームをなんか特徴とか感じることはありますか。まあ、選手の特徴としてはやっぱりどこの、まあ、チームもクラブもその、まあ大学卒業してこう 2,3 年目の選手が結構多いな、はい、ね、はい、まあ、そういう点ではうちはそういう選手がちょっと足りないんです、いないんですよ、ね、まあ、人数的なところも割とこの関東の中でもその東京、神奈川、埼玉の方にこうその年代が集中していくの で、はい、この北関東のこの茨城、栃木、群馬にこう戻すっていうのがなかなか多分地理的にも大変なのかなと、うん、まあ、ただそれをやっていかなかったら、はい、ね、やっぱり先のことは、ね、結果っていうところで考えた時もそうだし、はい、だある程度やっぱり結果は出していかないといけないの で、ね、はい、まあ、そういうところをやっぱりを来年 の、 その課題っていうかなっていう、ね、ね、あの、まあ、生まれ変わるとして、まあ、あのクラブチーム名というか、まあ、変わって、そうですね、今年からやりたいな、まあ、新しく生まれ変わるとしている中で1年目でそんなに簡単にいくわけないでしょう、ね、はい、もう本当に長い年月かかると思うし、そこは、まあ、それぐらい の、 その、まあ、スタンスでやっていかないとなかなかこうそのしっかりしたあの立ち返れるそのものっていうのはできてこないと。そうですね。今日の前半、まあ、0-0 でゲームが動かないかったんですが、nosotros venimos de una derrota dura。まあ、あの前回あの勝たなきゃいけない試合負けて、nos jugamos el ascenso en el partido anterior y los muchachos anímicamente no estaban bien。のはまああの現実ですし、うん、aparte cambiamos tres jugadores、まあ、3人ぐらいあの今日はあの前回のスタメンから変えて、まあ、いろいろあの、まあ、怪我とか、segundo tiempo volvimos a poner los jugadores titulares y bueno jugamos、まあ、後半はだから、まあ、出てた選手をちょっと出して、まあ、それでまあね、あの結果につながったんで、el rival es difícil、ね、rival、まあ、ahora todos se juegan algo、まあ、この残りの、ね、あの守護試合になってくるとリーグが、まあ、やっぱりどの相手もやっぱり難しい相手だし、porque porque se juega el descenso、まあ、本当に、まあ、今回のあのベルフェはあの降格の、そうですね、残留争いを、残留争いになってくるので、うん、あのまあ、だからすごい、まあ、粘り強いですね、まあ、自分たちはもちろんその昇格するための勝ち点3点数、今日は大きかったんで、en este partido, en la final, el que se equivoca, pierde. まあですから本当にあのこういう試合ではあいいです、そのあの、まあまあ、ミスしたら失点につながる、まあ、前半ですけど、そんなに心配はなかったっていう意味ですか。Bueno, estaba tan preocupado en el 0-0. No, no, porque sabíamos que nosotros lo conocemos, el rival, lo estudiamos. Ma, nosotros sabíamos. Nosotros sabíamos que la primera que ellos quisieran salir jugando se la quitamos era gol. Dokka de, ano, ma, hamete, ano, una posición するときにそれを拾って。うまくはめればあのチャンスは作れるの分かってたんで、まあ、ですから、cuando lo presionamos bien, まあ、うまくプレッシャー、fue gol nuestro. うちのプレッシャーがはまって、それで、まあ、ゴールつながって、まあ、PK つながって、そのゴールつながったんで、y después, la expulsión, ね、no, じゃあ、やはり失点しないことを、ね、が重要だったっていうことですか。フェアリセールにとらかれば、sí, sí, sí. ellos un equipo juega muy bien, pero no se gole. サッカーはうまいのは分かってたんで、まあ、でもやっぱりゴールにそんなにあの、まあ、取ってないチームなんで。Así que nosotros sabíamos eso, así que ゼロにまずゼロに押さえとけば、うん、あの自分たちのチャンスが出てくると思います。Y bueno, están haciendo un esfuerzo muy grande, ¿no? ですから本当にみんな今回あのやっぱり昇格のためにあのすごく、まあ、体張ってくれてるなっていうのは、ね、Nos quedan cuatro finales, ¿no? まあでも残り4試合とも本当すべて決勝だと思って、 vamos a luchar hasta el final, el objetivo es ascender. まあ昇格っていうのも目標なんで、まあ、2位まで昇格できるんで、 vamos a pelear por el ascenso.まあ、昇格のために戦います。Tenemos fe que vamos a ascender. Si después no se da, pero no importa. Pero vamos a luchar hasta el final. 最後本当に希望、まあ、諦めずにあの、まあ、やり戦いますんで。Al final los pibes todos tirados en el piso. まあ最後もね、あのすごく試合終わったらやっぱり走り切って、みんな出し切ったっていうのが、うん、今回はすごく。Eso para mí es un orgullo haber conseguido eso en un chico japonés. まあ日本のね子たちがこんな感じで勝って倒れるってあんまりないじゃないですか。Que dejan la vida, al final dejan la vida por el objetivo.目標のために出し切るという姿勢はあの
ね、こういうメインの者たちが出せてすごく良かった、まあ、嬉しく、はい、誇りに思います。イエスピュー quien se jugare profesional、 本当、まあ、上を目指している子たちなんで、はい、y ya tenemos uno en el Wilterman, ¿no? jugador de 17 años, están jugando en primera con nosotros, y es un orgullo para nosotros. まあね、あの先月あのボリビアのリーグに一人移籍して、あの、まあ、17歳の子移籍できたんで、あのすごい、まあ、そういう子たちも、ね、まあ、たくさんいるんで、やっぱりその J プロになりたい。 Y eso es la motivación para ellos. それが彼らのモチベーションでもありますし、変わらない戦う気持ちがすごく出てて。Nosotros somos pasión, nosotros somos espíritu, nosotros somos ganas, objetivos, queremos conseguir resultados. Yo tengo 18 guerreros, 20 guerreros. まあ本当にみんな。Ellos sienten eso. もう兵士だと思います。そうですね。まあそういう姿勢でやっぱファッションを持って戦ってくれるし。Porque el sueño de ellos es muy grande, entonces lucha hasta deja todo. 思ってやってくれるので、まあ夢がかかってるってなると、うん、本当に。必死にやらなきゃ取れない。No es un partido de fútbol. Está en juego el futuro de ellos. 10分のサッカーの試合じゃなくて、もう将来かかってるっていう。はい。まあ、y con ese espíritu juegan. Y eso a mí me llena de orgullo. Que hayan entendido el mensaje. それをね、みんなこう理解してくれて、ね、サッカーとは理解してくれて、あの戦ってくれてるのはすごく嬉しく思います。Se puede jugar bien o mal, pero dejan el 100%. Eso es bárbaro. まあ、en la vida, no solo en el fútbol. プレーの中で、あの。いいプレー悪いプレー、綺麗な展開、うん、そうでもない展開、うん、でも勝ち点取る、やっぱサッカー勝利するっていうのがすごく大きいと思います。そして9月に昇格を決めて10月の鹿児島でまた会いたいと思います。 Ascendes en septiembre y él te quiere ver bueno y ya un equipo ascendido en octubre. Perfecto, así va a ser, decirle. Así va a ser, tenemos fe, decirle que Dios nos va a ayudar. 本当にね、神様助けてくれる、見てくれてるので decirle, nosotros tenemos fe, no tenemos miedo. 私たちは本当に信仰を持って恐れずに戦います。 Vamos a trabajar, para, estamos trabajando para eso, decirle gracias. Gracias, decirle por la confianza que tiene. Y nosotros no lo vamos a defraudar, decirle. Vamos a ir por el campeonato, pero si no lo conseguimos, van a ver 11 guerreros muertos, decirle. という。すげえな。いやー、見入っちゃいますね。見る。もう何も喋んなくなっちゃうね。あの見てる我々、今テンション上がりますね。オルテガの熱にやられるみたいなね。いいですね。よくあれだけこう、勝利への気持ちを強く持てるよね。本当ね、情熱の塊というかね、うん、直接は至近距離で会ってる時も、ビンビンに感じるんでね。うん、あのそれ選手たちにもうビンビンに伝わってるなっていうかね、うん、やっぱり唯一の無二のクラブだなって、この関東の20の中でもやっぱエスペランサっていうのは本当に特別、うん、特殊なというかね、うんうん、他に類のない何でしょうね、この魂をこう、ね、宿ってるクラブって言ったんですかね、よくあれだけ強い気持ちを本当に持てるなと思いますね。並大抵てることじゃないですよ、すごいよね、うん、あのカントリーグの魅力の一つだと思うので、うん、ぜひね、見てほしいですね、多くの人にね。そうですね。ね、神奈川のクラブで見れますからね。はい、あと、ヴェルフェの奥野監督もね、はい、すごくこういいこうチーム作りをね、はい、今されててね。やはりあの大宮アルディージャのね、アカデミーとかね、そういうところの指導者との経験もね、十分積んだ上でのね、この初めての挑戦ですからね、うん、地域リーグ関東2部のね、いろいろご縁があって、焼いたに来たって感じですからね。そうですね。まあ、2、3シーズンかけて、うんうんうん、もう一回しっかり作っていこうっていうフェーズなんじゃないですか、ベルフェ自体がね。はい。これが今、第5節ですね。全部終わった時点の、エスペランサの勝ち点25、26、29と、この昇格ゾーンに。おいいところつけてるね、うん。はい。こんな感じでおりましたということで、はい、じゃあ、前編のラストゲームです。これが特番前編の9月1日の栃木シティが、東京ユナイテッドのホームゲーム、2位と3位の直接対決。これで見どころですね、この勝ち点差30と24というね、このいわゆる6ポイントマッチ、これが大一番でした。9月1日第6節のゲーム見ましょう。東京ユナイテッドのホームゲームですが、
ホームスタジアム千葉県、はい、福有でございます。うわゴージャス。J リーグをやっている福有で関東一部の2対3位の直接対決ビッグマッチが、はい、ね、福有行ったことある人はご存知だと思ったら初めてのそのためにこのような外観からこのような通路で入ってきますよっていうね、バーチャルなんとかですね。そじゃあ、あいいサッカー場だな。サッカー専用でね。そのうち関東リーグでここが満員になりませんかね。そうですね。さあここ撮影エリア入りました。ちょっとじっくり見てください。大一番です。前節の試合が終わった栃木シティ、ジョン・ガブリエルが電撃加入してまして、早速この日が初スタメン。移籍後すぐトップ、ワントップで使ってきます。SC 相模原の期限付き移籍で、背番号77番。さあ、そして2位の今、東京ネクタイ。ディフェンダーには元柏レイソルでおなじみのって言ってですか、永田選手、永田選手もスタメンで出ております。さあキックオフ、栃木はこのゲームに仮に負けるとすればもう2位との勝ち点差も9開きますから、うん、残り4試合となった今ではもうこれは絶対に勝たなきゃいけない。もう2位と3位がどうなるかっていうことがほぼ決まるゲームだと思って、さあユナイテッドカウンターからシュートまではいけずと、さあトップ下のレオジーニョから右振ってジョン、足長い。さあレオジーニョ、髪の毛が銀髪だからすぐ分かるね、はい、うん、あっ言うの忘れた、ピンクのユニフォームが栃木市です、うん、さあっとやはり、まあ、ジョン・ガブリエルがねとワントップというか、くさびのプレーで周りの選手がどれだけ近い距離でシュートシーンまで絡むかなみたいなのが、うん、やっぱりこうジョンが機能するかっていう一つ目のポイントと、もう一つはこの彼の高さ、うん、まあ、足元の技術もあるんでね、はい、こういうセットプレーの時はね当然得点源になるでしょうというね。あとまあユナイテッドの方はですね、今シーズンリーグ戦絶好調でしょう、うん、去年よりも全然いいチームになって、見てる人もね、やってる人たちも感じると思いますが、やっぱりコンパクトにラインが高いというか、フォアチェック、ね、スプリントが速いっていう、うん、もう本当に前から奪って、ゴールを取っていくっていうね、非常に完成度の高い戦術、ね、で、さあ、ここ、ジョン、チャンス作ります。一人で突破。浮かす。ドン。うん。まあ、前半の、まあ、決定機としては一番大きかったかなという、今のね、カウントさ、ユナイテッド。今年はでもユナイテッド本当にこう統一感まとまりがありましたね、チームにね。
ここですね、今、センターバックの永田選手が、接触してですね、負傷、額を、多分、目の上の、まあ、おでこのところをちょっと、まぶたかな、切って、はい、まあ、このまま止血で一回出るんですけど、はい、まあ、無理だっていうことがすぐ分かるんで、すぐ、まあ、あのユナイテッドの福田監督はもうすぐ控え選手すぐ入れますね。これが多分後半、前半の40分頃だと思うんですけど、交代が、はい、この交代してちょっとまだディフェンスラインが、あ、なんですかね、まあ、バタつくまではいかないですけど、ちょっとこうね、入ったばっかの選手が混ざってる中で、このスティーが藤田選手かな、確か、はい、裏、ね、2列目からちょっと飛び出してきてね、いいパスもらって、うん、もう完璧ですよね。トラップもちゃんと、さすが、さすが元 J リーガーっていうぐらいのね、もう完璧な動き出しですからね。ドン。胸トラ、キーパー届かないところでトンっていうね。ここが一つの、このゲームのね、永田選手っていうね、もうセンターバックの中心選手がちょっとこう負傷で、いなくなって控え選手を入れたという時間帯でした。さあ、シティ先生。まあ、リーグ優勝も諦めてないが、現実的には2位を取っておきたい栃木シティという意味は、まあ、100年構想クラブで全社枠に出るっていう、この2つのフレーズで重要性が分かるもので、この、まあ、前半終わって1-0で終わったっていうのは、うんうん、まあまあ、当然理想的ですよね。うん、まあ、ただまあ、2の東京ユナイテッドも別に失うものなんか何もないぞみたいな感じなんで、全然あの、慌てないのが、まあ、この2019シーズンの東京ユナイテッドの強さ、強みってそこなんだな、うん、慌てないっていう。そうですね。バタバタしないっていう、うん。同じことを淡々と繰り返しやってくるっていう。あと最後まで走り切りますね。はい。本当にスプリントが。なまらない。さあ、裏から抜け出して。うん。そしては2点目を取り行くのか、1-0 で、ね、リードしてるんだから、むしろカウンター中心で行くかみたいなことは当然考える時間ではあるんですよね。というふうになってると本当にカウンター早いですし、うん、迷うところでしょうね。こう攻め上がってライン高くして裏のスペースのカウンター狙われたくないとか、ただ2点目取らないと前節も前々節も、ね、そのとどめを刺しに行かないで追いつかれるっていう、このメンタルの揺らぎっていうのが多分こう、このゲームの後半のシーンの選手にあったんじゃないかなと思って僕は見てたんですけどね、どうするかなと思って、ジレンマみたいな、はい、あ、やはりこれ今のこの時点でのリーグ順位がしましたよね、ユナイテッドもやっぱり上だなっていう感じの、うん、そのしたたかさって、タフネスさがやっぱあるなと思って見てました、私はこのゲームはね。うん、さあ、久々にこれはスティーの得点機のチャンスなのかな。ジョン、落とす。さあ、ボールに寄せて。つきますよ。さあ、フリーです。高木選手。キーパー正面。日が暮れ始めまして、ナイター、おっと、ここでジョン・ガブリエル選手のちょっと中盤へのパスミスをかっさらって出ました。ハーフカウンター、23番の深沼選手の同点ゴール、これですよ。今年のユナイテッドね、これね、たった1個のミスでもこれですかね、うん、ジョンが今ね、パスのあの受け手をこう探して迷っている時に2人で寄せていったっていう取り方でしたね。どういかがでしょう。いや、よくあのメンバーって全員で同じ意思を持ってプレーできてるなって、すごいです ね。いわゆる主から攻撃から守っていうこの、ね、スイッチング切り替え
スプリントっていうのがね、あと狙いどころ選手みんなちゃんと分かってますね、うん、まあ同点です。1-1です。このままではシティは勝ち点差が縮められませんっていうね、うん、もう刻々と残り時間が少なくなってまして、まあ、前節浦安に逆転負けしてるシティですから、2試合連続で勝利なしっていうのは本当にこの9月の1日の時点でね、それはかなり痛いというね。チームって難しいですね。難しいですね、うん、遠目からキーパーパンチング、まあ、ユナイテッドディフェンスラインの長田選手が、ね、負傷交代ですが、中盤のボランチアンカーの位置には小坂選手、背番号4番、大ベテランが、このチームの、ね、若い選手をうまくまとめてこうゲームをコントロールできるというかね、はい、攻守において小坂選手もこのゲーム、しっかりと仕事してました。というわけで 1-1 の終了と。第6節も勝てなかったかっていう栃木シティでございました。それではこの後はですね、試合後の、東京ユナイテッドの選手監督のコメントがありますので、聞いてくださいの前にまだ選手の挨拶があるのかな、ちょっとこれスタジアム音声聞きましょうかね。やはり足取りの重いシティの選手って感じで、ユナイテッドはやったなって感じで、いかがでしょう、今日の90分のゲーム全体振り返ると、そうですね、どういうゲームができたっていう、まあ、やっぱしクオリティっていうのはこのリーグで一番ある相手だと思いますし、その中で最初ちょっとなかなか自分たちのリズムでできない時間がちょっと長かったのがちょっと気になりましたけど、その後盛り返してなんとか1点返して1-1持っていけたっていうのは、まあ一定の評価ができるかなと思います。前半の最後アディショナルで失点しまったのはちょっとこう、はい、ですかね、そうですね、もう残り終了間際だっただけに、もうちょい集中力が続けば 0-0 では折り返せる自信があったかな、そうですね、0-0でなんとか折り返してもう一回立て直そうかなっていう感じだったんですけど、ちょっと痛い失点だったのは確かですね、うん、今日の相手の、まあ、77番というか、まあ、相模原が、はい、この試合からデビューになった、はい、あの選手が入ったということで一番気をつけた対シティという意味では、まあ、やっぱりちょっと情報が少なかったので、はい、あの選手に関しては、で、まあ、背が高いっていうのは情報入ってたんですけど、それ以外の情報が全くなくて、でもいざ試合やりながらやっぱり結構いい起点にはなってたんで、そこをなんとか前半はまあなんかいいようにやられる場面もあったし、まあ、完璧に抑えきれなかったんで、やはり彼に当てて落とした、はい、セカンドボールを次の選手が次の選手がっていうふうにシティはやりたかったんですが、 そこを多分小坂選手を中心にその2つ目こそは全部救い取らなきゃぐらいの意識が、はい、そうですね、途中からもうそういうふうに切り替えて、あとまあそこに入った時になんとかうまく挟み込んでとか、そういうのでちょっと最初はちょっと慣れるまで時間かかりましたけど、この
1失点でずっと時間が経過してて、最後までユナイテッドの選手は全く諦めず足を止めず、むしろ相手の選手の方が少し足が止まって、あのミスも生まれて同点というのが、はいはい、0-1 のままでいくってことがやっぱポイントだったんで、はい、まあ、2点目相手に入れられちゃうとちょっと相手もまた息も理解するだろうし、まあ、自然に後半に入ると相手は落ちるっていう、まあ、スカウティングもちょっとあったんで、なんとか 0-1 のまま推移できたっていうのが良かったですね。この1-1で追いついて試合を終えられたというのは非常に自信にもなるというか、はい、前期のリーグ戦の対戦で3失点して負けてた相手でもあったので、そうですね、プラス前節も、まあ、やっぱし連敗してはいけないというか、はい、連敗だけは絶対下げなきゃいけなかったですし、まあ、この間の前節の負けっていうのを、まあ、いい意味にしなきゃ、はい、ポジティブに取られるためにもやっぱ今日はやっぱ勝ち点が欲しかったんで、っていう意味で大きかったですね、この勝ち点1っていうのは。そうですね、まあ、よく言えば3が良かったんですけど、ね、もちろん、まあ、相手は3位のチームだったんで直接対決で差も詰めらせずに、そうですね、最低限っていう感じですね、やっぱり。いわゆるリーグの3位以上を確定させるっていうゲームでも今日で決まったので、はい、この10月、11月の前者とチャンピオンズリーグもあるんですが、はい、この前者とか、まあ、チケツという非常に特殊な、はい、J リーグをたくさん経験してる選手でもちょっとこう、そうですね、むしろ J リーグをたくさん経験してるより前者をたくさん経験してる方が、はい、より利点があるんじゃねえかなっていう感じではありますけど、その大会がまあ10月いよいよ迫ってくるんですが、思うんですが、はい、まあ、シティも同じ山にいますし、そうですね、まあ、1回戦から結構厳しい戦いが待ち構えて、ね、もあちらにも元 J は何人もいる、はいはい、野沢さん人にいる、ね、平方にもいるし、伊勢志摩にも、ある意味油断はしないっていう意味ではいいっていうふうにポジティブに考えたいですけど、ね、競争力が激しい山分けになったなと思ったのが、はい、ユナイテッドのような、そうですよね、率直に楽しみとか、うん、ワクワクするっていう感情とこうヒリヒリするっていうこう、うん、どうですか、そのこう両方はあると思うんですか、こう、そうですね、まあ、なかなか厳しいところに入ったなって最初は思ったんですけど、でも逆になんあんまり知らないチームとやってちょっと油断して入るよりは一試合一試合っていうのをずっと積み重ねるっていう意味ではピリッとしたブロックに入った方が良かったんじゃないかなっていうふうにも捉えてますけど、相手にとって不足なしという相手ばっかりがおそらく土日月と続くと思うので、はいはい、ファンも含めて多分楽しみだと思います。そうです、まあ、一応チーム結構全員がある程度試合に今出て、はい、戦力的にも底上げができていると思うんで、今日もまたちょっと怪我しちゃった、そうですね、長田選手、はい、だそういう意味ではチーム総力戦っていうのは変わりないです、まあ、それシーズン初めからずっと言ってたんで、総力で戦えるくらいの戦力が多分いると思います。あ、もちろんあの数字上は優勝残ってますけれども、まあ、現実的には優勝が厳しくなってきている中で、まあ、ある程度前者にこう照準を合わせてやっていかなきゃいけないなと。で、前者も組み合わせ見たらティアも、伊勢志摩、うん、で順当に行けば栃木と、そしてあの刈谷栃木行った、あ、そう、刈谷栃木のあの山ですよ ね、ある時に、まあ、なんていうんですかね、その僕ら栃木に勝ったことないので、前期は 1-3 で怒られましたし、うん、結構その個人能力の差も歴然としていて、そういう中で栃木にどういう戦い方、僕はまあ何ですかね、次 の前者も見据えながら戦ったつもりなんですけども、下手に解消もしたくないし、うん、苦しみながら勝つのか苦しみながらドローなのかぐらいがちょうどいいなと思ってたところ、まあまあシナリオ通りだったじゃないですか。ある意味あの前半中田選手の怪我からの、まあ、あれはアクシデンタルなんで、はい、すぐあの20番の選手入れて、はいはい、その後に、はい、こうアディショナルで失点して、そうですね、で 0-1 でハーフタイムを終えたっていう、はい、あそこの最後 その前半の終わり頃からハーフタイムに関してはいかがでしょうか。うん、まあ、多少はバタバタしましたけど、でもまあ、よくやったんじゃないかなっていうのは、やっぱりその相手やっぱりワイドに張ってくる中で、まあ、うちの右のサイドハーフがまずポジションどこに、守備のポジションどこに取るかっていったところでまず、なかなかうまくいってなかったと。でそれに合わせてディフェンスラインがちゃんとスライドするっていう動きはいまいち、はまってなかったといった中で、まさにそのスライドが遅れてる、はいはい、遅れた状況で失点をしたっていうのを後半修正しなきゃなって思ってたところを、まさに
失点につながってしまったと。ただ途中で入ったあの、河野を攻めるつもり全然ないし、あいつはよくね、マッチアップ戦ったし、途中から入って、まあ、よくやったなと僕は思ってますし。大地選手を長野選手の代役にこう変えたみたいな感じですか。そこはそのセンターバックの役割としては同じ、うん、あもうそのままそのままですか、ね、そのままで、20番相手の77番の選手とのマッチアップ、はい、ジョン、はい、あのガブリエル、そこはもう同じで、もう、はい、もうそことテッシをマッチアップさせるっていう形で、うん、まあ、よく戦ったんじゃないかなと思いながら、うちのセンターバック2枚本当によくやったんじゃないかなと思いますけども、まあ僕ね、1点はやられると思ったんですよ、うんうん、どの時間帯でやられるかなと思ってた時に、やられるんだったら前半にやられた方がいいと思ってたんですよ、開き直って後半戦いに行けるので。ただ勝つっていうシナリオを考えた時には、前半手堅くいって、まあ、守備からしっかり作って、でまあここからあの怪我から復調してきてる河野、川本明人を、まあ、入れて一気に攻撃に出るっていう、まあ、そういう勝つんだったらそういうシナリオだったんですけども、ね、どうせやられるんだったら前半に失点しておきたいなと、まあ、向こうと精神的には後半僕らの方が開き直っていけるし、ね、と思ってたら、まあ、前半にああいう形で失点食らったんで。じゃあそんなに実は監督としては 0-1 で終えたこと、前半は全然、まあ、これもこれで、もちろん 0-0 これはこれでっていう、もう 0-0 ならもちろん全然もう御の字ですけども、まあ、0-1で追いつく、もしくは逆転した時の精神的なというか、それこそここから先のリーグの終盤、あとは前者に向けた時の精神的な優位性は僕らの方が上じゃないですか。ちょっとこうそういう追いつかなきゃダメだ、逆転しなきゃダメだというシチュエーションをこのリーグ戦のこのラストを何節かで、まあ、ギアを上げるために選手にもいい、はい、いやいい経験の場にもなるという、ギアの入り方だったなと思ったので、まあ、そういう意味でなんすか、長い戦いで見たとき、前者チケツを見たときの、まあ、戦いという位置づけですね。シナリオとしては、もしもう一度栃木さんとやることになるんだったら、まあ、僕らとしてはいい精神的な状態ですよね。今度向き合うと今、まあ、独走中のボンズ、そうですね、ボンズと、はい、今シーズンおそらく最後のボンズ戦になる、はい、と思うんです、そうですね、今日と次週かなと思って、もうそうです、もうここ2節が僕らの本当に力を試す、はい、でまあ、向こうも多分ガチンコで来るんでしょうけど、まあ、結果的に、相手のホームで優勝は決まるような気がしてますけど、はいはい、僕は引き分けでも決まっちゃいますね、まあ、向こうは引き分けでもっていう、はい、その屈辱を味わうのも、はい、いい経験じゃないですかと思ってですね、やっぱり目の前で優勝の、なるほど、光景を見せつけられるっていうのは、やはりボンツにも前線中盤含めて本当に質の高い選手揃ってるので、はい、そういう相手選手と対峙するこのユナイテッドの自チームの選手たちの一人一人の自信、そのシティの選手相手にこれだけできたんだと同じようなことをやっぱりボンツ戦でも味わわせるということが、もっと勝ち点3とか1よりも割と重要なテーマ、とにかく全員守備全員守備でしつこいぐらいの、しつこいぐらいのチェイシングとハードワークで、最後はゴールの何ですか、泥にまみれてでも1点取るみたいな、そういう戦いを、もうチームのブランドイメージとサッカーのスタイルを真逆でありたい、そうですね、真逆でありたい、その泥臭さっていうのは真逆でありたいんですよね。今年のユナイテッドは最後の試合終了5分間で何が起こるか分かんないぐらいのっていう、そういう泥臭さがいいですね、なんか泥臭さを持ったチームを作りたいなと思ってるので、まあね、別に金満チームでも何でもないし、ね、もっとプロの輝かしいやつがそんないっぱいいるわけじゃないし、ほとんどが雑草で、毎年サッカーもうこれが最後かなと思いながらやってるやつら、ね、最後の輝きをですね、まあ、この地域リーグってやっぱそういう場所じゃないですか、本当に自分のサッカー選手としての最後の輝きを、ね、放とうとしてるやつらの集まりなので、だからこそ面白いし、だからこそみんな真剣だし、貯金でサッカーやるやつ勝てないし、そう思いながら面白いなと思ってます。という東京ユナイテッドの福田監督の試合後のロングインタビューね、前回の特番でもね、一番最後のインタビューを福田さんで締めたんですが、その前が保坂選手、はい、東京ユナイテッド元ヴァンフォーレ甲府というのが一番分かりやすいですかね、うん、はい、お二人に聞きましたよということで、まあ、直接対決を制したユナイテッドが第6節終了時点で31
シティが25、流通経済大学22、ブレイブクラヤス21という、そしてボンズが40と、この勝ち点差3差あるんですよ。あ、9差5。9差。で、残り3試合なんですよ。ボンズ全敗、ユナイテッド全勝じゃなきゃもう追いつかないっていうぐらい得失点差も考えてもね。はい、という状況を踏まえて、先ほどの福田監督の、もうね、あれを、インタビューを聞いてもらえると、なお理解できるかなと思って。はい、以上がですね、関東リーグ2019シーズン終盤戦振り返りの前編終わりでございます。まだ前編。お腹いっぱいですが。すごいね。エンディングトークはそこそこに、後編に続きますので、はい、まあ、この9月1日までの最終順位、あの、この最新順位ね、うん、ということで、なるほど、ブラジルさん一応前編お付き合いいただきありがとうございます、はい、ありがとうございました。素晴らしいインタビュー。後編で会いましょう皆様、はい、後編も引き続き見てください、はい、それでは